9月の第1日曜日は市全体で防災について考え行動する富士吉田市防災の日です。災害への備え、防災の知識は自分や大切な人の命を守るために必要不可欠です。富士吉田市でも富士山噴火や大雨、大地震などの災害に備える必要があり、もしもの時にどのように行動するかシミュレーションしておくことが大切です。そこで富士吉田市では防災への体制づくりのため富士山噴火を想定した避難訓練が行われました。9月1日午後2時45分、富士山の噴火警戒レベルが入山規制を示す3と発表されました。これを受け、富士吉田市では災害対策本部を設置し、第1回災害対策本部会議を行いました。ただいま、気象庁より富士山噴火警戒レベル3が発表されました。それに伴い、災害対策本部を設置し、ただいまより第1回災害対策本部を開催いたします。数日前より山頂直下から北側山腹にかけて火山性地震が増加、昨日14時気象庁より火山の状況に関する解説情報臨時が発表され、昨日14時から本日14時までの地震の回数も151回となっております。本日14時45分気象庁より噴火警戒レベルを1から3入山規制に引き上げられました。富士吉田市立病院における入院患者等の搬送についてですが、噴火警戒レベルが4に引き上げられた場合に備え、現在避難準備を進めております。しかし複数名の重症患者において緊急度が高まっており、ヘリコプターを利用し早急に搬送する必要がある状態です。そのため県立中央病院へ収容していただけるよう依頼を行い、富士五湖消防本部には救急車およびドクターヘリ、山梨県消防防災ヘリコプター赤富士の派遣要請を行うことにより、市立病院および富士五湖消防本部のヘリポートから患者を搬送することができるよう準備を進めます。こちら富士五湖消防本部では、市立病院における重症入院患者のドクターヘリを使用した搬送訓練が行われました。ドクターヘリが富士五湖消防本部に着陸しました。救急車による患者搬送、医師による患者引き継ぎが行われました。患者をヘリポートまで移送します。ドクターヘリへ患者を乗せ離陸準備します。ドクターヘリが離陸しました。そして9月3日午前8時15分、富士山噴火が発生。気象庁から
富士山の噴火速報が発表され、市では災害対策本部会議を開きました。先ほど、富士山市防災対策本部長より、ご連絡がありまして、富士山市消防団団長竹内、ただいま参集しました。これより富士山市消防団を参集いたします。以上です、はい、よろしくお願いします。先ほど8時15分富士山噴火速報が気象庁より発表されました。これにより第3回災害対策本部会議を開催いたします。本日8時15分頃富士山の北東側山麓の岩の穴付近で噴火が発生。気象庁は8時20分噴火警戒レベル5避難を発表。噴火に伴いマグマの噴出も確認され、富士山の火山活動は活発化しております。溶岩流がドリルマップ S28 に近い現象で流下しております。また噴火に伴う大きな噴石や火砕流は現在のところ市街地への到着は確認されておりませんが、火山灰などを含め引き続き警戒が必要な状況です。報告は以上となります。 S28 のこの辺りから噴火している報告がありました。溶岩流の到達が想定される明日美小学校、明日美中学校については危険が迫っているため避難所を閉鎖し、現在避難している住民等は他の避難所へ移動していただく必要があります。次に、溶岩流が到達する可能性のある地区は避難が必要ではありますが、全地区の住民が一斉に避難を開始すると混乱をきたすことが予測されるため、まずは6時間以内、溶岩流の到達が想定される金山、お茶屋町、幸町、大和住、新谷、東町、小和住地区の避難が必要であると考えます。他の地区につきましては今後の火山活動の状況を注視しながら火山専門家の意見を伺う中で避難の検討を行うことが適切であると考えます。6時間以内に溶岩流の到達が想定される地区に対して避難命令を発令します。溶岩流の到達が見込まれる避難所は閉鎖をし、すでに避難している住民については速やかに他の避難所へ誘導してください。今後火山活動の状況により避難対象範囲の拡大が予測されますので、速やかに避難情報を発令できるよう富士山火山防災対策協議会をはじめ富士山科学研究所や関係機関と連携を取り、連絡を取りながら密にし、さらに情報収集に努めてください。富士山消防団による現時点の活動状況について報告します。現在人員240名が出動しました。これより住民の避難誘導を指令します。各分団の対応については逐次報告いたします。はい、了解しました。よろしくお願いします。その後、災害対策本部では各班が設けられ、現地からさまざまな情報が集められます。寿荘3人受け入れ可能人数、ヨハネ20人、はい、35、 B の1はまだですね。あ、はい、分かりました。ありがとうございます。下吉田東小学校、水ミスポ不足により補充の要請あり。こちら避難所班本部です。こちら避難所班本部です。中学校の班長。
番組の途中ではありますが、ここで本日行われております富士吉田市総合防災訓練の訓練情報をお伝えします。こちらは富士吉田市安全対策課です。そして富士山の噴火後、各所では避難所が開設されました。指定避難所の一つ下吉田中学校にも続々と市民が避難してきました。新たに改定された富士山火山避難基本計画では、富士山噴火時には車の渋滞が予想されるため、一般市民は原則徒歩で避難することが示されました。この日は多くの市民が参加し、各地区の一時集合場所に集合してから指定避難所まで徒歩で避難しました。こちらでは非常用電源の使用方法の説明や給水訓練が行われていました。こちらでは避難生活の際にプライバシーを守るポップアップパーテーションの設置、血圧測定が行われました。その後、富士吉田市立看護専門学校学生による防災講話が行われました。よろしくお願いいたします。この地域では富士山噴火が予想されています。災害が生じると電気や水道などのライフラインがストップします。これらの状況では最低限の食料や水分、生活を確保して自分の命は自分で守ることが大切となります。そして市民会館駐車場では、災害関係車両の展示や関係機関によるブースの出展が行われました。
こちらでは自衛隊による災害時炊き出し食、試食体験が行われていました。いただきます。はい、すみません。また市民会館3階では実験やカルタを用いて防災を学ぶコーナーが設置されていました。テーブルの真ん中にカルタがあります。音来たかな。お寺のことである。砂場に行きそう。結構高いというか青いに見えるのかな。そこから1年間という時間をかけて実際に小学生がフェレさんの花、そして実際に その頃、災害対策本部では各関係機関からの情報が集約され災害対策本部会議が開催されました。これまでの住民の避難状況等について安全対策課長河上より報告いたします。はい、これまでの住民の避難状況等についてご報告いたします。第3回災害対策本部会議にて避難指示を発令した金山、お茶屋町、幸町、大和住、新谷、東町、大和住地区の住民につきましては指定避難所への避難が進んでおります。いずれの地区におきましても引き続き自治会、自主防災会と連携しながら警察、消防等の協力のもと安全に最大限配慮しながら巡回パトロールを続けてまいります。以上であります。火山活動の状況ですが、現在県道新田下吉田線付近まで溶岩流が流下しております。降灰については1ミリ以下のため影響報告は確認しておりません。今後の見通しとして溶岩流がさらに拡大すると予想されますので、溶岩流対策を最優先に考える必要があると思われます。また現在安定的に推移している現象の急変する恐れ、合わせて新たな現象の可能性もございますので、先行的な対策が必要だと考えます。ただいま防災官の方から状況が説明ありました通り、順調というかですね、安定的な推移を示しております。ただ、今流れている方向がですね、明日美の方に流れております水の多い地域でありますので、溶岩流が水と接触して起こす水蒸気爆発等の警戒というものも怠らないようにしていただき、なので、住民をあまり溶岩流の近くまで近づけないようにしていただきたいと思います。また溶岩流は一度停止した後に別のルートを使って流れることもありますので、そういった時のために今まだ大幅に警戒をした上で対応していただきたいなと思っております。まず本部委員班でございますが、先ほど本部委員の方から報告があった通りでございます。また輸送班につきましては各避難所開設に必要な物品の輸送は完了しております。各避難所からの避難者の状況確認と対策本部に必要な情報収集を行っておりますが、上吉田、蓮見地区において溶岩流の流下等の影響により一部停電が発生しているため、そのことを踏まえつつ情報収集を継続します。熱中症等の傷病者の発生に備え各指定避難所に分散して待機しております。また指定避難所班に協力し避難所運営にかかる対応も行っております。消防本部の報告です。対応状況は第3次配備体制とし全職員招集済み、なお避難エリアの職員は一旦帰宅させ
家族などの避難に対応。消防本部庁舎、ライフラインなどに異常はないため、現時点において庁舎の移転はなし。なお、忍野の山中湖方面と寸断されているため、東方面は東部出張所を拠点に対応中。住民の方が続々と避難所の方に避難されている状況になります。で、各避難所でも同様に住民の方が避難所の方へ続々と避難しているような状況となります。現在避難指示を発令している地区の迅速な避難のために引き続き富士五湖消防本部をはじめ関係機関と連携し対策を講じてください。また今後の火山活動の推移によっては他地区へも避難指示を発令することが予測されますので、近隣市町村への避難や避難車両の調整を進めてください。なお火山活動への対応には富士山火山防災対策協議会および専門家との連絡を密にし万全を期すこと。以上。今回の訓練はですね、特に富士五湖消防新しくヘリポートも備えることができました。このヘリポートを利用いたしまして市立病院における重症患者ですね、こういう皆さんの搬送訓練、それから今回は特に火山専門家の先生方や警察、富士五湖消防本部、消防団などが本当に多くの皆さんを動員していただきまして連携した訓練ができたということでございます。それからもう一つは今回特筆すべきことは通常の訓練とは違って子どもですね、お子さんたち、児童、生徒、こういう皆さんにも参加をしていただきまして噴火した時の溶岩流が流れた時に皆さんのお家をこうして焼き尽くしてしまうんだよ、そういうようなことを実際に今日はいろいろな道具を持って皆さんにですね面白おかしく学んでいただいた、そんなこともできたということも大変良かったと思います。新たに改定された富士山火山避難基本計画に基づいて行われた避難訓練、多くの関係機関や市民が参加し防災について改めて考えるきっかけとなりました。これからも災害に備え命を守る行動を心がけましょう。